ワイヤーフレームとは3次元形状のモデリングやレンダリングの手法の一つで立体の辺だけからなるような線の集合で表現するものである。陰線消去されたワイヤーフレームモデルワイヤーフレームで描いた斜め方向から見た前方公園粉名古屋市ダンプ山古墳。陰線消去、東芝投影3 d c g 黎明期より3次元モデルを2次元の 描画面に投影する場合の最も基本的な手法がワイヤーフレームであった。その原理は極めて簡単で3次元座標を持つ複数の点を一定の順序で結んでいくことで立体物を描画するものである。黎明機に使用されたのがなぜかといえば1960年代にそのようなグラフィックを描画する現実的な出力デバイスはプロッターだけだったからである。その次には ブラウン管をベクタースキャン方式で使用することによりインタラクティブな画像も可能になった。スケチャパッドのデモンストレーションの記録映像でその時代のブラウン管上のグラフィックを見ることができる。コンピュータの性能が向上する以前、リアルタイムにコンピュータグラフィックスを描画する場合、現実的なレンダリング手法はワイヤーフレームだけであった。 その後ラスタースキャンディスプレイが普及するとともに、線分をピクセルに変換するアルゴリズムが考案され、さらに陰線消去も考案された、と考えるブラウン管世代のものもいるようだが、DDA による線分描画も陰線消去もプロッター時代に研究されており、誤りである。また、正確には、形状データにおけるワイヤーフレームモデルとワイヤーフレームによるレンダリングは区別されねばならない。 形状データがポリゴンモデルやソリッドモデルであってもレンダリングはワイヤーフレームという場合がある。一方でワイヤーフレームモデルから例えば面分としての情報が必要な因面消去などは不可能である。映画ではスターウォーズにおいて反乱軍のブリーフィング場面でレススターへの突入シミュレーションに用いられたワイヤーフレーム映像は強く観客にアピールした。なお、 全く同様の演出は映画版2001年宇宙の旅において奇質であり、スター・ウォーズに関して特筆するならば、技術的に見ると2001年のそれが実は手書きであったのに対して本物の CG であったこととヒット映画として観客にアピールしたことであろう。なお、スター・ウォーズ以後でも当時はこの目的に十分なコンピュータはまだ高価であったことなどから、 当時の先端であった CG という印象の映像であっても実際にはコンピュータで描画していないものも多いでも実際には CG 風の映像が全て本物の CG というわけではない。一時テレビ CM で多用された方法として3次元ワイヤーフレーム図形を1コマ分ずつプロッターで描きそれを正版用のリスフィルムに焼き付けさらに透過光で映画フィルムに焼き付けるというものがあった。 手間はかかるが一本一本の秒線にフレアー効果をかけることができ、いかにも最先端技術というインパクトがあって、自動車メーカーなどの CM に好まれて採用された。ゲームでは1980年前後にベクタースキャンによるワイヤーフレームを使った 3D ゲームが多数現れ、1980年代後半にはパソコンゲームにもワイヤーフレームを使った 3D ゲームが登場した。 1990年代にはポリゴンを使ったゲームに移行した。また過渡期には、あえてワイヤーフレームを採用することでゲームに3次元の自由度や高速な細描画感覚を与えたスター・ウォーズ・アタック・オン・ザ・デス・スターやゲームボーイ用ゲーム X といった例もある。現在でも 3DCG 作成ソフト等でリアルタイムインタラクティブなレンダリング結果など ワイヤーフレームを利用した投資図がよく利用されている。量線探索法という陰線消去手法がないでもないがかなり特殊である。ありがとうございます。